大丈夫かな。はい、うちの奥さんにアイロンプリントしてもらった。作ったんですね。後ろで回ってんだ。俺の予想の二重丸の光星学院も3番手評価の沖縄尚学も負けちゃった。あとは神村学院だけが残ってるの。この前投げなかった。破壊力すごいな、やっぱ。この前のね。そうです、そうです。投げてないね。はい、投げたい。投げてる。よし。よし。よし。もう、ダメだったら即で交代だ。ダメだったら俺、即交代する。いやいや。じゃちょっと手首痛めちゃう。君、球速いから緩急使った方がいいよ。お前が言うな。見てないんだよ。俺ごときが言うな。だって俺野球部じゃないから。柔道部とか。リドルリーグしかやってねえよ。あ、おめでとう。あーね、おしゃ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 。なんとも言えねえな。サービス。やったー。サービスヒット。これヒットですか？今だ。ヒット。もうじゃあサービスヒットだろ。結局頼むよ。球体制に入ってたけどヒットですか？狙うしかない。いやじゃあ内罰で。ムスさんのぶち込みで。走るんだよ、走るんだよ。はい。ゴー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 。あそこに当てて。一番何でも出りゃいいんだよ。リード小せえな、ビビってんのか？怪我は恐れずだよ。なんだよ、アーマー。おい、泣いてんだね。選球眼王子。おい。おお、先生。先生。いいね、いいね。監督一人であんな変わるもんなの？あるね。もともとなんか戦力はさ、あるけど、自分冗談無理よ。君の声では僕なんだよ。監督としてのこれがないとさ、この時代岡田起用はないでしょ。人気面、興行面考えてもさ、それが割り引いてもやっぱやらせる価値があるなんですね。ソフトバンクみたいに勝てなかったですね。
出るもんね。固定だもんね。だって全員近年のドラフトみんなかかってる。ってことは矢野のおかげだ。ちなみに出ちゃう。およ、セカン。みんな裏へバッター。エアーを調整するやつ。空気圧を調整して。うまい。待ちなさい、一気に押すんでしたね。教習行ってよかったけどね。